皆さんこんにちは、上総市長の神田武史でございます。今回はようこそ市長室へ、5月号。今回はこの上総市のシンボルであります地域交流センターお城豊田城からお送りをしたいと思います。ゴールデンウィーク、泉谷茂さんに大変盛り上げていただいたこの地域交流センター、この同時に4月28日に3階4階が新たにリニューアルをされました。そのリニューアルの内容を一部ではありますけども、今回はご紹介をしたいと思います。今私がいるのは4階。この4階はですね、原始時代、中世時代、そして近世時代のこの3つの時代の衣食住、着物、また食べ物、また住まい、こういったものに焦点を当てて、これを子どもたちにですね、いろんな形で体験、そして学習ができる空間に生まれ変わりました。こちらご覧になってください。このバーチャルな映像、ここではこれバーチャルフィッティングっていうものですけども、見てください。私甲冑の格好を今しています。ここではこの上をこうかざすと、ここで写真が撮れて、今写真を撮ってますけども、これがプリントアウトされて出てきます。そしてその写真もお持ち帰りいただける、いろんなその時代に応じたこの体験ができる、このバーチャルフィッティングということになっています。はい、少し場所を移動しましたけども、同じこの4階には子育て世代がゆっくり楽しんでいただけるようにですね、授乳室、そしておむつ替えのスペース、これも個室で設けさせていただきました。また洗面台もご用意してありますので、子育て世代の皆さんも安心してゆっくり楽しんでいただけるような室内に模様替えをしております。続いて3階をご紹介させていただきたいと思います。この3階は子どもたちに上総市の歴史、郷土史、これを楽しく学んでいただける、そのきっかけ作りをここで体験していただく形に生まれ変わりました。こちらのウォール、ヒストリーコレクションウォールと呼びますけれども、上総市の歴史、菅生城、平の将門、また千姫様や三街道小学校もこの絵巻風に書かれています。そしてこの壁で、あ、これに興味を持ったなということを、今度このテーブルにこれを置いていただくと、ここに画像が出てきて、そこの情報を、例えば千姫であれば千姫の情報が今度このテーブルにこういった形で詳しく情報が出てくる。これをこのテーブルを囲んでお友達と、そしてご家族と楽しくワイワイガヤガヤ郷土の歴史を学んでいただける施設に生まれ変わっています。ぜひこちらも皆さん、ご家族またはご友人と一緒にお越しをいただければありがたいと思います。ご紹介をいたしました地域交流センター豊田城の3階4階、このリニューアルだけでなくて、1階のトイレスペース、これもきれいに改修をさせていただきました。上総インターチェンジも開通をして、インターチェンジからすぐ見えるお城、この地域の皆さん、そして子どもたち、また市外の皆さんもたくさん訪れていただける施設にどんどん生まれ変わっていくことを願っております。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。